パリサンジャーマンバルサーですね。パリのホームで。行われます。これ、マルキネスミスサイドバックなのかななんか、あれですね。結構、アセンション入ってたりとか。おもろいメンバーですね。バルサヤマール配るし、全員見れるわ。カウカンセラー使ってるか。怖いですね。左サイドバックのところね。相手強くなると、そこ使える。あ、そういえば、デンベルは、フルスであり恩師との対戦ですね。ハギにはい、プレスバック大事だね。ハギーも出場停止なのか。 僕の勝敗予想は、うん、最終的にパリ勝ち抜けるから今日はパリの勝ちかなぁ。イガインがこのレベルでどんぐらいやれるかですね。今日調子良さそうなの。レバノスキー調子良さそうですよね。あとラフィーニャがパリは普段とのあれ比べるのがあれできないかなでも昔見たときはビチーニャのフィジカル的なところ、スピードは特に上がってるように感じますね。いや、どんなのも読んでたけど、うわあ決まった素晴らしい 聞き走らないのによく、キーパーいないとはいえ、落ち着いて決めたね、ハイヒニャ。敵地で決めたのも大きいですね。いやー、やっぱ今日のレバンドスキーめちゃくちゃいいな。そうだからもう、今日のレバンドスキー見ると全然衰えてないじゃん。だけどやっぱりね、ちょっとでも調子落ちると言われるからね、シーズンジョパンとかめっちゃ言われてたし、今日のパリの先輩2枚だと、レバンドスキー手に負えなそうですね。でもバルセロナはあれですよ、もうマイプレしっかりキーパー入った時に、 パリが開けていいのサイドだけって感じでかけてくるから。でも、マイプレイかけてディフェンスラインの選手も減るから、今みたいにレバンドスキーに飛ばして落とすのいいと思いますね。で、さっきバルサーど、どのぐらい俺決めたことなんだちょっとたまたま感強いけど、それできるチャビだったらここまでやばいことになってないから。ラフィーニャが降りてきます。そうすると、これさ、キーパー持った時にさ、こうビルドアップの時に、こう、どういう形だったかな 選手を下がって、こう降りてくる選手をこう全部捕まえて、4、1、2、3でこう、こういう形になるじゃん。アンカー1人余ってたりとか、まあ降りてくるウィングとかを捕まえて、その分中盤の選手がディフェンスに入ったりとかするんだけど、赤がパリね。で、この時に、で、ウィングはこのコース切りながら、開いてる選手のところからこうかけてくる。で、ここに一列。 ここに意外に出てる、後ろも出てるという形、こういう形なんだけど、まあ、いずれにしろこういう風に、前から全部埋めてくるじゃん。だから、後ろスカスカない。この時にラフィーニャがマルキーニョスを引き連れながら来て、この空いたスペースにレバンドスキー走って、そこにボール行ったみたいだった。この形をロングボールの時に毎回、このラフィーニャ降りてくると、受け渡せないとマルキーニョスずっとついてるから、それで空いたところでレバンドスキーで落として、そこから他の選手が上がっていくみたいなした方がいいと思います。 で、これ嫌だと、下がっていくから、下がっていくから、結果、後ろが空いて、バルサがつな、あの、やりたいつなぐ攻撃もできるけど、ただ、ね、アラウホ組んで、でさ、ビルドアップしてるとさ、やっぱ、こっちが絶対ハマるから、今みたいにレマンドスキーに飛ばして落とす形ずっとやった方がいいね。で、押し込んだ状態だと、エンバペとかは守備参加しない分、揺さぶった攻撃できるから。あとはもう、勝ちたければカンセルをディフェンスラインから外すことですね。カンセルを使うんだったら、左ウィング使った方がいい。 ラフィーニャはいいけど、ラフィーニャはもうインサイドハーフ入れて、で、中盤のもう、まあ、デヨング下げるとか、あのセルジオベルトサイドバックやらすとか、のほうが絶対。でもあの、パリ・サンジェルマンに関しては、こ,のこういう形でビーオアップするんだけど、まず、両ウイングが高い位置取りすぎてて、足元でウイングにつけるのが厳しいじゃん。でかといって高いあの、このディフェンスラインとのギャップがないから、裏抜けもオフサイドになったり、そもそも裏にずっといた状態いるっていう。 まあ両ウィングがだから攻撃の時オフザボールもっと頑張らなきゃいけないっていうのがあって。あともう一つは、このエンバペ中入った時に外をこの、えっと、ヌードメンデスが取るんだけど、もうエンバペがどっちだっていうので基本中入ってからヌードメンデスこの辺の位置って結果、こういうビルドアップでいい。自陣の攻撃の時はエンバペ外に行ってもらって、押し込んだ時にエンバペが中行ってヌードメンデス来ないんだけど、 押し込む前からエンバペ中入ってるから、結果ここ行っちゃうから、ここの繋がりなくなるから、ボール運ぶの苦戦するっていう。で、今度運んでこういう状況になった時に、運んでデンペルこういう風に深いの作った時に、エンバペが奥取ってくれたら全部下がってここが空くんだけど、エンバペ自分で決めたからこう行くから、結果後ろの選手が入ってくるスペースないし、サイドバックのところも、エンバペこう来たらサイドバック絞るから、こういうクロスに対してフリーになれるんだけど、その状況もいだから、 もう本当に、こういう風に、人の配置とボールの動かし方でチャンスができるっていうのは、パリ・サンジェルマンはそういうねルイ、類戦力がこう、やりたいことだったりとか、こう、チームで崩すみたいなのは、まあ、ぶっちゃけエンバペのせいでできないんだけど、ただ、そういうのできなくても、何回エンバペにボール入ったら全部かわして決めるとかあるじゃん。そう、だからもうね、戦術を捨てて、あの、こう生かすというか、もう、エンバペとパリ・サンジェルマンの関係って、エンバペに気遣い続けなきゃいけないから、 だから、ルイセン戦力の良さを見るんだったら、エンバペいなくなった後ですね。うわー決めた今で、今エンバペ頑張ったら、ね、やっぱエンバペが頑張るかどうかだな。いや、このキックエンドすごいよな。普通なら焦った、すごい。つけど。両利きのメリットっする、ね。いやー。おもろくなってきましたね。そう、あれ追いつけるしね。だからもう、あのスピードし、切り替えの守備に使ったら最強だけどな。 ああ、確かに、マルさんいた頃、こういうの決めてるイメージないね。おーうますぎる、アビアンていうか、あそこでん解後ろから出てこれ強いね。っていうか、めっちゃ采配当たったな。デンベルゼルトップにして、アセンションよりもね、落ち着くようになったのもある。いや、でも今のビチーニャの判断すごいわ。ここリスクかけていいなーって出てったんでしょ。いいにゃーって。セルジオベートか。セルジオベートあそこ受け渡しちゃダメだったんだよ、ね。ね本当はついていかなきゃいけなかったんだけどね。 かわいそうだね受け渡してはっきり受け渡し完了するまで最初にマークついてた側があのもう希望的観測でやってくれるだろうでやっちゃ絶対ダメだからそれでも今のハビアンとビチーニャンとすごかったね、まあ、意外にの外もあったのもよかったしね完璧だ素晴らしいいや裏抜けすげえ綺麗だったよねいや今日ベラルドがなベラルドの失いからだったねあパスペドリかラフィーニャめちゃくちゃいいねどんなルンマのパス ミスで、この前のところから流れ悪くなったからな。いやー、ベラルド、こう、裏剣もできてないしな。前見た時ベラルドそんな悪くなかった。今日、今日のベラルドがむっちゃ悪いって感じでしょ、多分。他の日もやばいのかね。普通に、ね、左センターバック、リューカーにして、右サイドバックに、ね、シュクリーニア入れるのか。ベラルドもちょっと悪すぎるね。おークリステンセン一発目で決めたね。いいボール蹴ったな、また。 今今ののどんなっね距離ってそっかミスマッチ疲れたんだなあそかザレベメルにところか <laughs> いや入らせないのできたらよかったけどねいやすごいね流れが行ったり来たりでさあバルサ勝利すごいねあめいてねこれはバルサが突破の確率高くなりましたいやーまあなーエースがこれじゃまとまれんよな それはこの結果になったと、むしろね、その中でよくやったと思うけどな。いや、こういうチーム引いたことないか分かんないな、この絶対的なエースがいて、その人に気を使わなきゃいけないみたいな状況のね。いや、もうパリサンジェルマンは本当にでも、もう、めちゃくちゃすぐ修正できるところで言うと、もう、どんなルンマに足元で繋がせない、エンバペに切り替えの守備ぐらい頑張らせる。 あと、奥にかかんな。これだけですね。これだけでだいぶ変わるから。うん、その後半になって、ゼロトップの精度上がって、バルサが前から捕まえに行けなくなって、なおかつ、あの、何よりも一番良かったのは、センターバックにマルキーニョスを落としたところなんだけど、ただそれはちょっと、なんていうかな。かっこいい分析するのはそっちなんだけど、根っこのところはもう本当に、クリアの一個のところだったりとか、 切り替えの一個のところ頑張れないチームって絶対強くないから、それをリーダーがやっちゃってるのはきついね。で、バルサに関しては、あの、マイプレイかけられても、レバンドスキーで起点作ってたところが良かったし、まあギュンドアンのキープ力。あとはもう、ラフィーニャのオフザボールですね。あと手足提言がいるとやっぱり落ち着くよね。でディフェンスラインはもう、ボール出されなかったから良かったけど、組んでの、ね、フリーンさせちゃったととろカンセロのね、守備の危ないところは、でもそこをちょうどね、 カンセロの裏のスペースだったり、クバルシの背中のところっていうのは、エンバペだったり、ヌーノ・メンデスのそこのクロスって入ってこないから、まあ、大事になってないっていう。ちょっとバルサが嫌がる攻撃をパリはできないんですよね。ゼロトップの役割、僕はやっぱりエンバペでいいと思いますけどね、中央で。エンバペ降りてって、いろんなとこ、ていうかさ、エンバペが低い位置でボールを持ってさ、 前向けたらさ1人は抜けるからそっから勢いつけていくみたいなメッシュみたいなこともできんじゃんで左バルコラ右デンベレに晴らしてでもエンバペだとあれか失った瞬間の守備もしないから危なすぎてそんなさせれないのかそう現代サッカー王様がいると戦術の幅が狭まるので不利です、ねね、それでねだからこのプレーするんだったらオン・ザ・ボールで質はっきり違い見せてくんないとって感じだよね この守備免除だって、このセルフィッシュさに伴った質もらってないからね、お釣りが来てないんだよ。普通に味方がつないでる時にダラダラオフサイドラインにずっといるから選択肢減ってるし、切り替えの瞬間プレスしないから守備の時間増えてるし、あとはもう勝手に、あ勝手にとか状況を考えないで中入ったりするから、ね、ヌードメンデス上がらなきゃいけなくて、うかいけなくなるから。ほんとね、マジエンバペの、僕は昔、エンバペの がっつり解説てを作って、連ンボペがいかにいい選手かすごい選手かっていうのを語ってるんで、マジでがっかりなんですよ。本当にいい選手だったからで。人間性もいいみたいなさ、その、教育的にそのお金とかじゃなくやるからみたいな。なんかその、いやいやパリ残ってんのかもしんないけどさ、やっぱそれはさ、チームがあってサポーターがいるんだから、ピッチ出たらやることはやろうよと思うじゃん。そう考えるとずっとね、もう、 イングランドからもうスペインとかポルトガル行きたいっつってんのにね、やっぱシーズン始まったら大活躍するベルナードシューバーすごいっすよね。いや、今のもエンバペのまんまだったらマドリー来たらめんどくさいっすよ。そうだ、これで、あ、そうなんだよ。これで来週、その分ハットトリックして、みたいなとかね。そういうのあるからあれだけど、もうそ、あれっすよ、組織論の話ですよ、僕してるだって、メッシ、あの、継続的な守備じゃないけど、態度悪い日はないじゃん。メッシーもロナウドも。 ロナウドはちょっとあるか <laughs> やることやるじゃん。しっかり切り替えの瞬間のオグザボールトすごいじゃん、ロナウドとかメッシュとか。エンバペはこう態度悪い瞬間あるんだよな。自分が失った時みんな頑張って走るのに、味方が失った時エンバペは頑張んないみたいなさ。そう、ロナウドはやる気ない日はないからな。それでもロナウドメッシュの一番ひどい日より、今日のエンバペってこう態度として悪いと思うよ俺。 で、その態度とかコミットメントとかを気にするルイス・エンリケが監督がまた噛み合わせがね。だからルイス・エンリケで良くなってないっていうのがもう地獄だよな、それ。ロナウドの態度の悪さって自分が目立てないとか、俺にパスクレアの態度の悪さじゃん。もうエンバメの場合は、ね、もう、我輩のために走りたまえ、みたいなさ、なんかこの <laughs>。で、ちゃん、そこ一個前に走るのって楽じゃん。サッカーやってる人がわかるけど、プレスバックきついけどさ、前プレって結構いけるじゃん。 で、ボール失った瞬間のプレスっていけるじゃん、あれって。それすら止まるからもう意味わかんないんだよな。で、すげえ疲れてたり、コンディション悪いのかなと思ったけど、ベンチには走って帰る。僕、パリが突破しようが、バルサ突破しようが、まあ、若干予想上、パリの方が嬉しいかなぐらいですけど、でもどっちもいいじゃん。これサポーターの人一番ムカつかないのかな、これね。お前、頑張れよ、それっていう。もう、しゃあねえかってなっちゃってんのか。 自分がスタイ好きなチームのさエースがスタジアム見に行ってこのプレイしてるのめっちゃ嫌だけどね好きなアイドル音響さんに態度悪かったら嫌じゃない <laughs> <laughs>